さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、9月の20日、15時35分です。台風消滅のこと等にも関してもですね、こういうふうに、カーテンが揺れたり、その先は網戸なんですけども、こうへばりつくぐらいこう風がこう吹いてる状態、これ北風になったり南風になったり、だいぶ、その時によって違うんですけども、毎日、風は台風から取れてるはずです。でただし雨と雲に関してなんですけども、その昨日、テレビで放送されてた情報では、関東の方で、東京都ですね、氷が降ってきただとか、そういうふうなニュースが八王子だったと思うんですけども、流れてますけども、少し前は雨だったわけじゃないですか。で気温が下がって、正直今、得してるといえば得してるんですよ。エネルギーの残存量問題から考えてもそうかもしれませんけど、偏りすぎてるんですよ。兵庫県、特に神戸市なんですけど、雨が今年の夏ほとんど降ってないです。だから台風消滅とかが発生についても僕を軸にして、僕はこう大量に危害を加えられている時にやっぱり台風が発生してるんですね。その睡眠時間の件も多分あると思いますよ。でその辺のところで、内容とかしっかりと説明しますと、もともと第二次世界大戦、これ世界中どこの国もそうなんですけども、行政が行ってるんです。で、エネルギーの残存問題に関しても結局、ガソリン車の販売、生産停止などは民間人からの人間の言った言葉によって、やっと物事が、動いてるっていうことなんですよ。それではもともと長期政権の安倍政権の時に一応2035年という形にはなりましたけども、だからそれもだいぶ今考えたらもっと早めに設定しておくべきだったなって思います。でだからエネルギーの残存問題に関してはもう政府が率先してしなきゃならないことを逆だったんですよ。議員さんの場合は票が入るから建築業界に仕事を回しだとか、だから昔から神戸市でハーバーランドが必要だったかっていうと必要ではなかった。三宮があったからもうそれで十分だった。だけども、そういうふうな複合施設っていうものをあちらこちらに作って、そこの実際どこもそうなんですけども、どこの都道府県も作ったはいいけども、中の店舗は、コロコロ入れ替わってると。これはもうその地域で何十年も生きてきた人間だったらよくわかります。まだ二十歳前後ぐらいの人たちだったらよくその辺のところ実際自分の目で見てわかるものですから。だからエネルギーの残存問題、こうガソリンとかを節約しなきゃならないのにしてることをどちらがむちゃくちゃだったかっていうと常に行政、だったわけなんですよ。だから精子の生産されなくなる薬だとか、精神病院についても強制収容所もともとはで、その両方を未だにまだ行ってるっていうことは結局、第二次世界大戦の頃とはあまり変わっていないっていうことなんですよ。だから一応兵庫県の、田岡製薬所、フィナンシャルグループって銀行と証券会社とあと大体製薬会社がくっついてきています。もともと昔行政側の人間とか銀行とかそういったところがどれぐらいむちゃくちゃなことをしようとしてきたかっていうのはもう分かりましたよね。三井住友銀行の窓口にいた人間、井上京子という人間は黒い服を着ていて貸し出しの窓口にいて、その人間はもともと三宮の方のキャバクラで、老人男性に胸を揉ませていたと。そこを最初連れて行かれた時、人生で2回だけキャバクラに連れて行かれてるんですけども、上の方の人間にまたそれもまた黒い服着てるんですよ。で、1回目の時はもう水もウイスキーにも一切手をつけないで、電波で警察官の人が来るっていうことが聞こえてきて、で、
察官の人が呼んで、まあ、突入してくれて、その頃はまだ三井住友銀行じゃなくて桜銀行で三井系列のままで、今自民党の総裁選で、なぜ、一番手に上がっているのが石破さんで三井銀行の系列の出身の人なのかは僕には分からない。石破さんのことを、否定してるんじゃなくて、それいやこうシステム的に見ると悪いことをしてる人間の方がずっと上行ってる形になって大きく金稼ぎができてしまってるんですよ。で石破さん自体が悪い人じゃないかもしれませんよ。だから大企業に入ったらもうみんな絶対そのグループの中に入り込んでしまうわけですから、いやあなたたちの会社がしてきたことでしょって、あなたたちの会社で責任持ってもらわなかったらこれどうしようもないじゃないですかって。だから責任問題のことについて僕はとやかく言ってるのは、責任感があるから高齢者で議員になっちゃダメだし、悪いことをしてきた会社の人間が議員になっちゃダメなんですよ。それは責任問題ですよ。で、なかなか兵庫県でも雨降らないっていうのは、変ですね。もう特にもう今年の夏は本当にきついですね。もう室内の気温今 31.6 度で、9月20日ですよ。もうすぐ10月ですよ。いかなんでもちょっと異常すぎます。で昨日の晩なんか夜で室内の気温が32度ですよ。まあ、関東の方ばっかり雨降ってっていうような形で、まあ、やっぱり変な、まあ、かといって氷が降られても困りますけども、そういうふうなことを言ってやっと曇り始めたんですよね。今日もずっと晴れっぱなしだったんですけど、ああダメですね。まあ雲はある程度は出てるんですけど、特にこの辺りなのかな、晴れてばかり。でまあ春山整骨院関係の人間とかも、僕が T シャツ着てないで寝てたりだとか、ズボン履かないで寝ていただけで、家の中でカーテン閉めてるんですよ。それだけで朝早くから車の音バタンって春山整骨院に集まってきて、特に黒い車に乗ってる連中、悪いことをするのをずっとやめれないんですよ。理性があったらそんな時間帯からそんなことはしちゃダメだっていうことぐらい分かりますから。でそういう時間帯じゃなかったも車のドアの音はうるさいっていうことぐらい覚えておかなかったら車を乗る資格はありませんよっていうことなんですよ。どこでもそうですよ。判例ですでにありますから。居住区のところで、たくさん人が出入りするような、商業施設を作ってはならないっていう判例があるんですよ。まあ、ということです。まあ、とにもかくにも、今年の夏、雨風取るにしてもなぜ関東の方にばっかり行ってるのかなっていうところが、あとはこう現実の週末とかでは、今日もそうなんですかね、東北の方ですかね。だからまあ変なのは変ですね。以上です。